はい、藤屋唐揚げ店上の方で到着しました。どんな感じになるの？中で食べれるのかな？はいはい、ちょっと入っていきましょう。初から揚げ、こんな感じ。来たり、こんな感じ。初から揚げ、あれ、まあ、うん、うまっ。本当にジューシーやね。本当。はい、2軒目は唐揚げ大吉さんというところに来ました。中津唐揚げ専門店唐揚げ大吉金賞受賞ってなってます。ちょっと行ってみましょう。唐揚げ大吉さんの方でもテイクアウトしてきました。さっきのよりもちょっと茶色いですね。こんな感じです。こんな感じ。一個一個こんな感じかな。はい、食べてみます。じゃあいただきます。おこ、うん、なるほど。さっきよりもね、衣がねサクサク、中がジューシーって感じですね。ちょっと醤油の味は効いてるのかな。うん、これはこれでうまい。はい、お店を出たところですね、駐車場で出させてもらいます。こんな感じです。うん、なんか色が薄めですね。ちょっといただきます。なるほど。それほどね、外をね、香ばしくやってないんですね、これ。中との一体感ですね、これ。外もジューシーっていう感じで、柔らかいし。これはこれであるやね。
そういう揚げ方もあるんですね。通りすがりに見つけた、大名さんというところでございましたんで、マイナーですけど、マイナーみたいですけどね、ちょっと食べログでいい評価もあったんで買ってみました。はい、もうすぐできるみたいなんで、できたら食べたいと思います。それではできますね。とりあえず鳥山さんに着きました。最高金賞ですね。行きましょう。駅から遠いんで、今じゃなかったら来れないんじゃないかなと思います。一応専用駐車場がたくさんあったりします。それでは入っていきます。テイクアウト専門です。テイクアウト。ああ、わかりました。いいですか。で、この本なし桃を一つだけください。100グラムでいいですか。はい、はい。めちゃくちゃいい匂い。はい。お土産は。こんな感じでございます。味、色が薄いですね。塩がベースですかね。うん、うまっ。変な癖がないと感じやってます。中がジューシーなこともありますよ。とね、衣がね、弾力がある。噛み応えがあるっていう衣にしようと。で、味にね、変な癖がね、ほんと食べやすい。うん、バンジーに受けるって感じ。はい。
唐揚げ買ってまいりました。とりあえずこんな感じですね。なるほど、中から油がジューッと、今まで食べた中身がすごくギトギトしい感じですね。ギトギトしい感じだけど油うまみがある。これ油多めですけどうまい。なるほどね。なんかね、皮がこの油でサクサクっていうよりも、あの、なんていうかな、衣が油で、単純にふにゃっとなってるって感じ。これもちょうど美味しいですよ。うん、個性的。なるほど、人気が出るわけですね。駐車場に来ております。すみません、骨なしのもんもなくください。はい、はい、じゃあこちらも辛いきさんね、駐車場で食べたいと思います。ぐらいのソースかな、これ。ほら、こんな感じです。で、初めから串をつけてもらってますという感じでございます。はい。じゃあですね、食べていきたいと思います。いただきます。あく。なるほど。あのね、衣はサクサクなんですよ。でね、噛んだ時に中の鶏からジューシーなものが外に向かって出てくるという、これも独特ですね。さっきの鶏心さんはなんか外側に油があるって感じだったんですけど、こっち唐揚さんはね、中の鶏からすごいジューシーな油が出てくるっていう感じで、衣はねサクサク、中津の唐揚げ屋さんどこも美味しいですね。個性もあって、これ面白いわ。食べ歩きなの。ちょっとずつ食べれるし。ということで、あと一軒行きたいと思います。はい、8軒目なんですかね、文豪屋さんの方に到着しております。では買いに行ってきましょうか。はい、文豪屋さんのですね、唐揚げを買ってきました。割とね、文豪屋さん薄めな色ですね。薄めな、薄めな色の唐揚げになってます。この感じですね。
ょっと食べてみましょう。シュッ、いただきます。うん、普通に美味しい。なんか一番スタンダードなって感じ。ここ衣がサクサクに作ってある。うん、これもね、歯ごたえがあるって感じですね。ずっとこうなんで、ここ一つはホテルに帰ってビールと一緒に食べたいと思います。はい、とりあえずですね、中津の、唐揚げのお店を8軒回ってみました。いかがだったでしょうか。最後のね、唐揚げをですね、こうやって、ね、ホテルまで持って帰ってきました。あらららよいしょ、あれ、ホテルまで持って帰ってきました。やっぱりですね、唐揚げはね、ビールにと一緒に食べるとね、めっちゃ美味しいと思います。はい、ということで最後の唐揚げはホテルでビールと一緒にいただきます。あー、おいしい。でもね、中津の唐揚げ屋さんね、本当にどこも美味しかった。皆さんも大分、中津に来た際にですね、ぜひともどこかのお店にね、立ち寄っていただければと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。ひろみんでした。さよなら。よろしければ、高評価、およびチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。